またしても冒頭にあの人が登場。金田一37歳、自宅アパートでも事件の予感です。金田一を語る人、今回のテーマは金田一37歳の事件簿、聖アルプス括弧仮最新話ファイル112、聖アルプス感想いきましょう。こんにちは、いつもご視聴いただきありがとうございます。さあ、金田一ファンの皆さん、前回ファイル111でね、人狼ゲームの事件が終わりましたと。それで東京へ戻ってきた金田一くんなんですけど、でもですよ、また雪なんですよね。どうやら2連続で雪に関係する事件のようなんです。そしてそして、どうやらですよ、新たな事件の舞台でも何か訳ありな、そういう人たちの欲望が渦巻いているようにも見えるんです。今回の動画は2024年1月10日公開の金田一37歳の事件簿の最新話の感想動画です。最新話の内容をざっくりと振り返って、後半では少しだけ深掘りをしてみたいと思っています。皆さんは最新話をお読みになってどんな感想をお持ちになったでしょうか。よろしければ皆さんの感想をコメント欄で教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、ここで皆さんにお知らせです。当チャンネルではこれからも金田一ファンの憩いの場として発信を続けていきます。現在のチャンネル登録状況がこちらですね。チャンネル登録これからっていう方がまだまだ多いようなんです。この機会に皆さん、応援の意味でチャンネル登録お願いします。さあ、早速感想いきましょうか。本編ですね。今回のファイル112の冒頭でいきなりみゆきちゃん登場です。もうこれ常連になっていくんでしょうかね。今回は金田一くんのアパートで洗濯物干したりとか、まあ、畳んだりもしているのかな。人狼ゲームの事件の冒頭で金田一くんの世話を焼いて食事を作りに来ていたみゆきちゃんですよ。今回は洗濯ですからね。しかも鼻歌を歌ったり、完全に慣れた感じを出していますよね。それを見る限りだと、この日が初めて洗濯物を干しに来た日だとは考えづらいんですよね。つまりですよ、金田一37歳の事件簿のストーリーの中で人狼ゲームで描かれる以前のストーリーにおいても、みゆきちゃんは時間の余裕さえあれば金田一くんのアパートに出入りしていた、そんな風には言えないでしょうか。人狼ゲームの冒頭の時点ですでに金田一くんのアパートの合鍵を持っていたわけですからね。それを考えると、ますますみゆきちゃんは金田一くん以外の男性と結婚していたりだとか、交際していたり、そういう可能性は消えるように感じるんですよね。皆さんはこの件どのように考えるでしょうか。さてと、今回の動画の冒頭でまた雪の事件って言いましたよね。ファイル111まで信州飯山を舞台にした人狼ゲームのストーリーだったんですよね。しかも舞台を北海道の聖島とする今回の描写の中で、人狼ゲームの事件現場から帰ってきたばかりっていう、そういう趣旨の発言を金田一くんがしていたんですよね。金田一37歳の事件簿では事件をまたいでファイルの番号が投資番号みたいになっているんですよ。一方の金田一少年の事件簿、こちらでは2022年から連載されてきたサーティスだとか一部の事例を除けば、何々事件第何話みたいに、その事件内での話数でカウントされているんですよね。そういった事情を考えれば、金田一37歳の事件簿では全ての事件は連載順につながっていると言えるのかもしれないですよね。まあ、もっともこれが仮に金田一37歳の事件簿アニメ化だとかドラマ化だとかされれば、ちょっと話は変わってくるでしょうけどね。さあ、本編のもうちょっと詳細な内容いきましょうか。ラフすぎる姿でスマホで動画を見ていた金田一くんです。部屋のピンポンが鳴るんですけど、ドアの向こうにはお隣さんの森下桃花がいたんです。でもちょっと待ってください。金田一くん、みゆきちゃんを顎で使うような言い方してますよね。自分はスマホで動画を見ているのに、洗濯物干したりしているみゆきちゃんに対応させようとしているんですよ。けしからん。これはどういうことなんでしょうか。金田一くん、みゆきちゃんに対して一緒に暮らそうとか幸せにするとか、そんな風に言っているんでしょうか。それともそうではなくて、ただ自分の身の回りを手伝ってくれているみゆきちゃんに甘えているだけなのか。状況次第ではそろそろはっきりしたらどうと言いたくなってしまうんですよね。ドラマアニメで放送された金田一少年の事件簿、その20年後を描いた金田一37歳の事件簿、2023年春からコミックデイズで月2回連載されます。コミックデイズの詳しい楽しみ方はコミックデイズ登録方法で検索してみてください。でです、
その森下桃香なんですけど、息子の宗谷も連れての訪問だったみたいですね。金田一くんが下着姿なのは急いで着替えればいいとして、ベランダにはみゆきちゃんがいるんですよ。森下親子はただの隣人ですから、別に玄関先に訪ねてくるまではみゆきちゃんもね、あ、お隣さんですかみたいな感じで、そんな風に気にも留めないでしょう。でもこの日の森下桃香と来たら、今更だけどスピーディー、宗谷にいなり寿司を持たせて、その宗谷が突然金田一くんのアパートの部屋に入り込んだのをきっかけに、桃香まで部屋になだれ込んでいったんですね。それで暑いからといっていきなりノースリーブなわけですよ。今回のファイル112の描写からすると、まだまだ4月頃のはずなんですけどね。まあ近年だと4月でも、突然ね、夏日みたいな、そういう気温の日もありますから、そういう日にぶち当たってと考えるのが、まあ、妥当なんでしょうかね。しかもですね、桃香は自身がかつて関わって休暇中の金田一君を巻き込んでしまった例のタワマンマダムの事件、あれのお礼を言いに来たんだっていうんですね。なんで今更。息子の宗谷曰く、家では金田一君のことばかり話しているという桃香です。マリンちゃんだけでなく、桃香までも金田一君に特別な思いを抱いているんでしょうか。からの絶妙なタイミングを理解している最強ヒロイン、七瀬みゆき降臨です。この先の展開は読者の皆さんの想像に委ねられました。さあ、この動画の視聴者の皆さんは、金田一くんがこの後みゆきちゃんにどのようにしばかれたと思いますか？よろしければコメント欄で教えてください。さてと、それが金田一くんの出勤日の出かけのごたごたに該当するのかはともかく、新たな仕事でもマリンちゃんと一緒のチームです。人狼ゲームの冒頭ではみゆきちゃんの前で玲香ちゃんと酒場で会ったことをごまかして詰められていましたね。で、今回の聖アルプスの事件では、なだれ込んできた桃香と鉢合わせて、それでしばかれたと思われます。そうなってくると、みゆきちゃん、いつかマリンちゃんと顔を合わせる機会もどうやらありそうですよね。金田一シリーズのダブルヒロインの顔合わせ、どんな風に実現するんでしょうかね。さて、ここでドラマ金田一少年の事件簿に出演された方に関するニュースを不定期でご紹介するコーナーです。2022年放送の5代目ドラマ清廉党ありましたね。こちらでツアコンの凪田夏実役を演じた吉谷彩子さん、ビズリーチの CM でもおなじみの方ですね。その吉谷彩子さんが2024年の元日にご自身のインスタグラムで結婚を発表されました。大変おめでとうございます。みんなも松本くんに質問してみよう。当チャンネルでは皆さんの日頃の質問を募集中です。お仕事のこと、人間関係のこと、恋愛の悩み、 YouTube チャンネルや SNS アカウントの伸ばし方などなど、当チャンネルのライブ配信や切り抜き動画でお答えしていきます。質問は当チャンネルの動画のコメント欄や松本くんの SNS アカウントで受付中です。お気軽にどうぞ。さて、新たな事件の舞台となる聖アルプスの件ですね。ここではざっくりといきましょうか。今回の金田一くん、マリンちゃんのチームのお仕事の依頼をくれたのが、聖村役場の開発企画課長、小村雄一郎、42歳なんです。山岳スキーの聖地として知られているという聖島ですね。ここではバックカントリースキーが人気で、世界中から観光客が訪れているんだといいます。そこで聖アルプスの仕事がアサインされたのが、スキー経験者だとみなされている金田一くん、そしてスキー資格の1級を持っているというマリンちゃんなんですね、だったようなんですけど、マリンちゃんに関しては宇多島リゾートのフランス語の事件といい、まあおそらくガチでスキー1級持ってるんですよ、多分ね。でも金田一くんに関しては、運動神経ダメダメなキャラとして金田一少年の事件簿でも様々ありましたよね。まあ例えば雪鬼伝説では、ゲレンデのスキーの暴言を見せるのが嫌だからつって、みゆきちゃんたちより遅れて滑ったりしてましたよね、雪鬼の時ね。それだけならまだ可愛いもんなんですけど、例えば電脳山荘とかでは悪天候という設定もあったものの、みゆきちゃんと一緒に遭難しかけるっていう、そういう事態にも見舞われました。そんな金田一くん、スキーなさるんですよねに対して、まあ少しはっていう答え方でいいんでしょうか。さて、ストーリー上では4月だというこの時期ですね。聖アルプスではいわゆる春スキーというか、4月以降もまだまだゲレンデ滑りが楽しめるっていう、そういう現場のようなんですよね。まあ私も個人的に春スキーをしたことがあるんで、まあわからないではありません。ただね、気になるのが聖島の地形なんですよ。今回のファイル112の限りでは、今回の訪問は仕事の本番ではなくって視察のようなんですね。でもそこで金田一くんたちが見たものは、小さめの孤島の中心に突然そびえ立つ高い山ですよ。これが聖アルプスっていうことなんでしょうね。
まあね、これね、個人的なイメージなんですけど、この地形現実的に成り立つのかなっていうことなんですね。まあ見た感じだとね、春でもバックカントリースキーができるとなると、いくつか必要な要素ってあると思うんですよ。ある程度の低めの気温とか、雪が積もりやすい地理的な条件とかね。で、海沿いだとあんまり雪が積もりにくいし、海沿いにいきなり標高が高くて雪がこうなり得る水分を含んだ気団なりがどんと構えているっていうのも結構難しいと思うんですね。だから具体的な名前を出してしまうなら、この聖島っていうのは海沿いにいきなりですよ、長野岐阜の県境あたりの標高の高い山々がいきなりそびえ立っているような、そんなイメージとでも言いましょうかね。まあ、個人的にそんな風に見えちゃうんですよね。あとはですね、今回の描写でもこの先の事件の手がかりとか意味深な描写っていうのがいくつもありましたよね。例えばロッジですかね。2年ほど前にできたっていう新しいメインロッジね。そしてそれまではメイン扱いで使っていたと思われる古い山荘ですよ。この辺りの2つの建物を移動するっていう展開は金田一シリーズでは何度となく描かれてきました。さらに雪山となればいろいろと想像は膨らんじゃうわけですよね。人狼ゲームの、まあ、事件の舞台東島西島の雪の足跡とはまた違うトリック、そういったものが描かれることに期待します。さあ、そして今回の聖アルプスの事件でいろいろとありそうなのが人間関係、これもあるでしょうかね。それが帝国女子体育大学スキー部、はい、そのバックカントリーチームが合宿に来ているんだそうですね。ここでは名前だけ出しておきましょう。まず帝国女子体育大学スキー部関係者です。監督鶴井健人42歳、コーチ赤霧徹28歳、4年生鈴木彩芽21歳、同じく4年生嵐沢佳林21歳、3年生青崎優奈20歳ですね。で、2年生の江星遥19歳、1年生日森冬美18歳、そして世話役の OG として月野田萌28歳、彼女も来ています。そして聖村役場の開発企画課長小村雄一郎42歳ですね。さあ、今回はここまでです。ファイル112の深掘りは次週公開予定です。深掘りのテーマはこちら、聖アルプスの事件のキャラの第一印象からいろいろ想像してみよう。皆さんもこのキャラこんな第一印象だったよっていうものがあれば、今回の動画のコメントにどしどしお寄せください。よろしくお願いします。ということで、次回もお楽しみに。ではまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿の感想や考察などの動画を発信していきます。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また SNS は概要欄のリンクからフォローをお願いいたします。次回の動画もお楽しみに。